皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ヤフーニュースのニューとマークされている、いわゆる最新ニュースをお届けします。まずは国内ニュースです。日本海側中心に雨、ただし厳しい残暑続くということで、踏んだり蹴ったりといったところですね。はい。次、えー、新内閣、 防衛と少子化の財源が焦点となります。そうですね。新内閣というよりは臨時国会で焦点になるという感じでしょうかね。はい。次、内閣改造。派閥に配慮も不満噴出ということで、不満を言う人はいつでもいます。はい。そんなの気にしちゃいられません。前へ進みましょう。はい。次、国際ニュースです。えー、北朝鮮。 ロシアへの軍事協力を合意かということでね。おそらくは、あの、砲弾の提供をするのではないかと見られていますね。はい。次。リビアの洪水の死者。7200人。おそらく行方不明者も数えるともっとすごい数になると思います。救助難航しているとのことですね。まあ、作りがもう土でできてますからね。もう。 土まみれになって使っちゃいますよね。はい。埋まっちゃいますよね。はい。洪水だと。はい。はい。アメリカの雑誌、次世代の100人に、いつのいさん。あ性被害告発の元自衛官の方ですね。その方が選ばれています。はい。勇気を振り絞って告発したという方ですね。はい。次、経済ニュースです。 イギリスのアーム社、ソフトバンクの参加に入っておりますが、これがナスダックへ上場。時価総額約8兆円ということで、ソフトバンク、いい買い物しましたね。はい。次、えー、大胆な経済政策を来月取りまとめ,めへということで、それは日本の話ですが、はい。大胆なとおっしゃってるからには、大胆に言っていただきたいと思います。はい。 モスバーガー、一点ジャニーズ広告変更とのことでね、はい大変ですね。はい、はい次、IT ニュースです。新しい iPhone、日本は3番目に安いそうです、調査によると。はい日本人には高く見えるんですが、はい円安なんで、はい高く見えるんですが、全世界的には3番目に安い価格設定だそうです。ははいいそうですね、はい まあ、円安だからしょうがないですよね。はい。iPhone 15シリーズ、何が進化したはい。バッテリーの持ちが良くなりました。そして、カメラが非常に向上しました。そして、充電ケーブル、まあ、接続ケーブルが、ライトニングという、独自のケーブルから US、USB-C という、より高速な通信が可能となりました。これにより、Apple 全体としては、もう、 MacBook については全て USB-C になっています。ということは、USB-C 同士のケーブルを一本持っているだけで、Mac から iPhone に充電ができるというような、えー、エコシステムが出来上がりました。このあたりが進化といったところでしょうか。はい。次、科学,に科学ニュースです。 水の塊が台風発達に影響という研究があるそうです。はい。水の塊。水がどう固まるんでしょうか。はい。そのあたり知りたいところですね。はい。次。厳しい残暑で眠れない。どう対策すればいいんですか眠れない。え冷房かければいいだけなんじゃないですか風呂にゆったり15分。体を動かすのは朝。 バランスよく食べる。起床時間を一定に。ぐっすり眠るための習慣づけを。とのことだそうです。はい。はい。質の良い睡眠をとりましょう。次。表面ザラザラのなし。実は甘くないそうですね。どうなんでしょうかね。はい。はい。これはですね。昨日配信しましたね。すいません。 昨日言いましたね。あの、横に太くて重いなしが美味しいです。はい。次、行きます。次、エンタメニュースです。えー、ジャニーズ報酬自体、報酬を自体、企業離れ歯止めか、その程度では変わらないと思います。もう社名変えないとダメだと思います。はい。ジャニーズ、そのジャニーズ、 保証と再発防止策を発表とのことです。はい。保証もすると。はい。当たり前だと思います。はい。次。内田ゆき。コントを見て心解き放つ。いいですね。お笑いは本当にいいらしいですからね。お笑いばっかり見てた人がガンが治ったっていう話もありますからね。はい。いいんじゃないでしょうか。はい。次。スポーツです。10連勝。 普段通り貫く阪神の強さ。いいですね。はい。次、阪神、あれ大手。金箔の道頓堀。あれって言うんですね。阪神で優勝のこと。面白いですね。次、日本ハムの松本剛し、中小めぐり異例のお願い、お願いとのことですね。はい。大変ですね。中小行為。はい。 本当。一人一人を訴えるわけにもいかないし、大変大変。はい。まあ、それはお願いした方がいいですよ。はい。そうしましょう。はい。はい。今回のニュースは以上となります。皆さんはどんなニュースに注目されましたでしょうか私はそうですね。まあ、北朝鮮がロシアに砲弾を提供するのではないかというところに非常に有料しております。ウクライナに頑張ってほしいんでね。はい。 なんとかウクライナ頑張ってください。はい。今回のニュースは、配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。